みなさん、こんにちはでしょ。大丈夫？みなさん、なんだっけって。やばくない？初めてじゃない？今回もね、視聴者さんにね、プレゼントをいただいたので、こちらを紹介していきたいと思います。はい、はい、ね、すごくね、昔から応援してくれる視聴者さんがいまして、はい、何度かね、お会いしたことがあるんだよね。はい、はい、でね、ね、後ろ超プー、うん、前さ、フリーマーケットにドッキリでお邪魔した動画、あ、うん、多分あれ、あの動画は見てくださった人もいるかと思うんですけど、そこの動画でちょっとドッキリさせていただいた視聴者さんと、はい、また最近ちょっとね、はいはい、お会いして、はい、一緒にちょっとねお茶して来ました、はい、それでね、しほとりみちゃんにねプレゼントをね、はい、用意してくれていて、はい、ね、ね、はい、はい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 、プレゼントをね、いただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、りみちゃんも袋からプーさんをしてくれてね、痩せよ急に大丈夫か、痩せよどうした、急に痩せよって、どうした、怖いよ、どうした、まあ痩せて留学禁止よ、この1ヶ月何禁止？タピオカ禁止。タピオカ禁止。一ヶ月。最近のしょうも思って。うん？太ってきた。最近しょうも。すごい食べるんですよ、しょうちゃん。ママより最近食べるから。リミ痩せた？リミはそのままの。私が太っただけ。リミ痩せた？リミそのまま。ひどい。じゃあリミちゃんからやる。リミもっともっと。あ、しーちゃんがぷっくんしたらりみちゃんが痩せて見えるからはい、じゃありみちゃんからやる。うん、袋が開けました。うん、袋が開けましたまず、いくよ。あ、ハービーのあの何、レンゲ。これしーちゃんがさ、いただいて、前にもうしほがいただいてて、フライパンね。そう、それをさ、取ってきやだっけ、うん、あのゲーセンでね、これゲーセンの景品なんだけど、しほちゃんがね、りみちゃんとお揃いで使いたいって言って、取ってきやで挑戦して取れなかったシーンがあるんですよ。 それを見てくださってて、わざわざね、もう一個ね取ってきてくださいました。ありがとうございます。これで2人で使えるってことだよね。ね。よかったね。大丈夫？はい、じゃあ次。次。ね、これ。農業。あ、いいじゃん。しかもリミの好きな水色ペンギン。ね。かわいい。かわいい。リミね。うん。の口調でね。うん。ガラつき使ったことなかった。え、でも使っていいんだよね。うん。いいじゃん、今度使ったら。じゃあジャポニカだけ。3年生から使ったら。うん、次、最後。うん、オープンさん、いい開ける。うん、せーの、マグカップ。かわいい、かわいい、マグカップ。いいじゃん、めっちゃかわいい。これ使おう。ありがとうございます。いきなり見せられてもさ、こうなんか言ってたかとかにしようよ。リミのアップいらないから。あとね、キーホルダーもね、くれました。
めっちゃキラキラしてて可愛いの。これなんだっけ、フォーキー。可愛い。これ何、リミちゃんめっちゃお気に入りって言ってたね。そう、お気に入りすぎるの。近い近い近い。リはまた。はい、というわけで次私のねプレゼントの中身をね開けていきたいと思います。はい、あのネタバレしとくとですね、実はね会った日にねみんな見てるんです、プレゼントの時に。これだって一回も見てるのにさ、別に今初めて見るわけじゃないので、皆さん見てください。これエイリアンのヘッドホンです。素敵、かわいい。これさ、ディズニーランドさ行くときにさ、首にかけてってもらえるよね。何失礼しました。おしゃれ、おしゃれだよね。何失礼しました。失礼します。あ、そう、あ、つかつながってんのか。ほらほら、かわいい。うん、あ、かわいい。見て、食べる。これ、あの、なんだっけ、ヘッドホン。違う、エイリアン。エイリアンのリトルグリーンメン。肉まん。肉まん。何肉まん。おもちみたいな。前食べたじゃん。グリーンメン。ああ、エイリアンマン。エイリアンマン。食べた食べた。グリーンメンマン。めっちゃ可愛いです。これ本当にありがとうございます。君もやる。使っていきたいと思います。え、じゃあ次いいですか？うん。ありがとうございます。あ、また違う色になってました。素敵。素敵。これはですね、鬼滅グッズが入っております。ありがとうございます。この中にね、鬼滅グッズじゃないのも入ってるんですけど。あ、そうだね。ちょっと今まとめてそこに入れてしまいました、はい、一回もう見てるんで。最初こちら、こちらは吾妻善逸ってわかります皆さん、あの金髪の人なんですけど、その善逸の刀です。めっちゃ可愛いね。でね、そう、これをねこう飾るためにこういうのがまでついてんだ。ついてます。へー、すごい。これセットでくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。次行きます。次にね、こちらのガチャガチャです。鬼滅の刃のガチャです。で、炭治郎と善逸と禰豆子をくれました。開けてみる、一応開けてみる。前ね、ガチャガチャの専門店行って、はい、鬼滅の刃がね全部売り切れだったっていう動画を、はいはいはい、出してるんですけど、それを見て、パパさんが、ダブったものがあるからそうちゃんにプレゼントしたいって言ってくれて、いいんですか、いただきました。ね、ありがたいね、ありがたい、ね、こうやってね、早っ、開けるのよ。これ何、寝転びのやつ。そう、ネムタの、可愛いよね、ネムタの、可愛い、可愛いね。じゃあ出してみよう。リミの方が開けるの得意。やばいやばい、あ、やばいやばい、あ、可愛い、やば、え、やば、可愛い、可愛い、やばい、なにこの可愛さ、素敵。次に、こちらのストラップ、携帯、携帯リング、携帯リング、それ善逸、うん、善逸、滅って書いてある。めっちゃ可愛いです、これ。リミナ、はい、というわけでね、携帯用意したんでね、ここにこう貼るということで、イメージ的にはこんな感じ。これリミちゃんの携帯なので貼らないんですけど、実際には、はい、こんな感じで、めっちゃ可愛い。いいね。次行きます。次で、ね、こちらのグリーンメンセットです。めっちゃ可愛い、ね、カエル、カエルのエイリアンとキラキラのグリーンメン、カエルさん、はい、
かわいいです。かわいいです。で、あとがさっきあのしほりみちゃんはフォーキーだったけど、しほちゃんはグリーンメン、キラキラ、めっちゃキラキラで、かわいい。はい、というわけでね、最後にこちらの炭治郎の耳飾り風のキーホルダー、めっちゃかわいいですこれ。あの視聴者さんもね持っててお揃いということで。お揃いですね。ありがとうございます。やばい、こんなに決めつけてもらっちゃっていいのって思います、本当に。ねえ、いいんですか、このまま申し訳ないよね、本当に。めっちゃかっこいいよ、だってこれとか、うん、いいんですか、本当に本気でいいんですかって聞いたところ、いいですいいですって言ってくれました。はい、はい、めっちゃ嬉しいです。ちょっとありがとうございます。はい、じゃあ次なんですけども、あのね、視聴者さん、はい、UUUMの方にプレゼントをね送っていただいたんですよ。はい、でね、本当ありがとうございます。で、お手紙とかもねいただいてます。これがね、リミちゃんのプレゼントはね、リミちゃんもうね開けてすぐね、これ使う使うって言って、なんだっけ、ノート、ノートだ、あ、線引き、定規、あ、定規とか、なんかすごい、え、それ使ってる、使ってるよね、もうね、早速ね学校に使っちゃって、ちょっとこんなかもうないんですけど、ないんですけど、なんだっけ、なんだっけ、ノートみたいな、ちっちゃいペラペラってめくれるメモ帳、そう、メモ帳、そう、メモ帳、メモ帳、あの、つむつむだったっけ、うん、つむつむ、そうね、りみちゃん気に入ってね、もうすぐ使ってます、ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっと今ね、ないんだけど、はい、しほちゃんの、じゃあ、さと、はい、紹介しますね。しほちゃんのはね、可愛かった、紹介しますね。カービィだね、カービィのノートです。こちら、あ、あ、白いです、自由帳だ、自由帳、これはまたお絵かきできるね。リミも自由帳もらって、あ、そうだ、リミも自由帳使ってるんだよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、本当にいつもねこうやってね買ってくださって本当嬉しいよね。次に、あ、やばい、カービィの消しゴムと、やばい、カービィの鉛筆リフォーと定規、全部カービィなんですよ、やばい、全部カービィつながりでめっちゃ可愛いです、ありがとうございます。映るかな、消しゴムがこんな感じね、鉛筆がこちら、はい、定規がこちら、めっちゃ可愛い、可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。で、まだあります、あ、まだある、すごい、待って待って、まだカービィ、あ、ラストなんですけど、カービィのメモ帳です、こんな感じです、メモ帳がこちら可愛い、めっちゃ可愛い、やばいね、やばい、あ、本当？そう、リミちゃんもね、同じような感じでいただきました。本当ね。可愛い。なんでこんな可愛いんだろう。あ、そう、リミちゃんもね、すでにかなり使い込んでて、映ってないよ。リミちゃんはこれ2本もらったんだけど、とりあえずこれ1本と消しゴム、ね。やばい、これ17センチ定規だって。そう、17センチなのね。で、リミちゃんも17センチに反応して、あ、長いって言ってた。長い。長い。そう。リーゴノートにぴったり、すごく、すげえ、いいよね、すげえ、うわー、長い、すげえ、いいよ、ぴったりノートの幅に合った、すごすぎー、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、次、はい、何それ、見てみよっか、見てみよっか、なんかね、手作りだと思われる、わ、可愛い、見て、わお、なんだ、へーの、わー、すごい、入ってるね、いっぱい、なんこれ、多分これ手作りだよね、手作りだ、ちょっと一個ずつ、これは多分ピンクだから、こんな感じでなんかキーホルダーっぽくなってて、これ自分で中は作ってあるんだよね、外側をマステで留めてるんだと思うんだけど、多分これはしほちゃん用だよね、これしほちゃん用、多分で、これが
この青が水色がニモとかいるから、これリミちゃんでしょう。これリミちゃん。でこれはしほちゃんかな。これ黄色だから、うん、黄色だからしほちゃん当てっぽいで。かわいい。かわいい。かわいいね。上手。あ、これクマいるね。リミちゃんかな。クマ。わかるかな。かわいい。上手。これいいね。こんな感じで。あれかわいいです。ありがとうございます。であとなんかネックレスかな。これ。ね。水色とピンクのお揃いのネックレス。はい。かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、こうやって作ってくれるって。これ上手じゃない？めっちゃ。このめっちゃ上手だよ。かわいすぎますね、これ。これ学校につけてるか？私が作ったのこれ。ダメだよそれ。上手。ここの作り方とか本当上手だよね。うん、やばいね。でカービィ落としたらさ、申し訳ないからさ、カバンにはつけないでお家で飾っとく。そうだね、それがいい。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。うん、ほんとね、お手紙とかもね、いただいてたりして、ほんとね、ほんと感謝だよね、このしほりになんかにいただけるなんて。ね、ほんとありがとうございます。なんでしほりになんかでもさ、登録者とかめっちゃ低いよ。だってさ、YouTuber ってほんとにいっぱいいるんだよ、ゆりちゃん。その中でさ、しほりみを見てくれてさ、しほりみのためにこうやってわざわざ作ってさ、さらにプレゼントをさ送ってくれるってなかなかできないよ。そうだよ。本当嬉しいことだと思う。めっちゃ嬉しいと思う。りみちゃん、ねえ、うん、本当やばいです。りみの誕生日間違えた？僕。いや、そういうわけじゃないんじゃないかな。あ、取れた。本当感謝しております。もう皆さんの、ね、おかげで、ね、まだ続けられて、ね、おります。はい、はい、というわけで今回はね、視聴者さんのね、視聴者さんがプレゼントしてくれたものを紹介してみました。はい、めっちゃ嬉しいです。いつも本当にありがとうございました。はい、それではバイバーイ。グミペア、3時だ、おやつだ。